はい、皆様こんばんは。我が国の会の島本裕二と申します。今日はですね、我が国の仲間がですね、しげさ節を弾けるようになってみたい、挑戦してみたいとの要望がございましたので、私なりにですね、しげさ節の、三味線の弾き方をですね、伝授したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まずですね、弦の音を合わせていただきたいので、1の糸、2の糸、3の糸の音を今から出します。1の糸、2の糸、3の糸。はい、これは調子笛でいうと、八本定時に合わせておりますので、そちらに合わせてくださいませ。そしてですね、しげさ節で押さえるツボは、ここが3のツボ、ここが4のツボ、そしてここが6のツボですね。この3つを対応しますので、ここをよく覚えておいてください。はい、それでは、しげさ節のですね、最初の顔ともいえる、フレーズをですね、まずちょっと弾いてみましょう。はっ、ここまでのフレーズを、弾けるようになっていただきたい、こういうことでございます。これがですね、綺麗に弾けますと、しげさ節をもう半分弾けるようになったと言ってもいいと思います。まあ、それだけ、まあ、難易度も、簡単そうで意外と難しいということです。で、今弾いたのをですね、全て一気に習おうとすると、ちょっときついですので、これを3分割したいと思います。今日は第1回目としてですね、ここまで覚えてください。最初は2の糸の開放弦を弾いて、あとは全部3の糸でございますから、3フレット、4フレット、6フレット、この3つしか押さえるところはございません。ですからよく見ててくださいね。はい、最初は2の糸の開放弦から始まります。はっ、ここまででございます。で、このテクニックはですね、3つ、ちょっと普通のテクニックじゃない、ちょっと特殊なテクニックが入っております。まず1つはですね、3で音を出して薬指で打つという技法です。上から弦を打って音を出す、これをですね、打ちという技法になります。はい、この技法が入っております。そしてですね、今度は3で指を立てて爪が当たるような感じで、しっかり90度ですね、爪を、指を立てます。そして3で音を出して、爪が弦についているまま4までスライドさせます。これをスリという技法を使います。音が出たままだんだん、音程が高くなる技法ですね。はい、これがスリという技法、これが2つ目の、特殊な技法です。そして3つ目はですね、薬指で弦を弾く、これを弾きと言いますね。譜面ではカタカナでハと書いてます。ハが入ると、この弾きをしてくださいっていうことになります。弦を外側に弾けばいいんです。はい、そしてですね、この弾きのテクニックがどこで入るかをですね、ちょっと見ててくださいね。はっ、はい、こういう感じになります。弾いた後にすぐ4のツボで音を出しまして、最後に6のツボを薬指で押さえて3連チャンでここを音を出すんですけども、最初は普通に弾くんですが、1個目は普通に弾いて、バチ先が弦の下を、通過します。そしたら今度ですね、バチ先を戻すときに下からまたすくい上げて音を、2回目の音を出すんですね。そして最後にもう1回上から弾く、これを繰り返しますと、このように3連チャンの音が完成します。は
はい、もう一度やってみましょう。はっ。はい、今日はここまででございます。ここまでできるようになって、シリーズ2回目に突入しますので、しっかり練習してくださいませ。おやすみなさいませ。